そうですね、うん、僕ちょっと歴史の方も回ってるんですけど、仏師さんとかね、あの仏像の関係の方とかちょっと会ったことありますけど、あの木造の修復とかも預かって本当にすぐできないらしいですよね。もう1年とかかかっちゃうって言ってましたね。そこは簡単だったって言ってましたね。だってはい、他のとこだと、はい、もう虫を取り除いたりとか、あ、はい、うん、その板をね、なんていうか崩さないように、はい、うん、きれいにして修復するっていうのが、あ、うん、これはここはただ私のただ書きもいいだけだから、はい、ああ、そうか、そういう意味で、そうそうそうですね、確かに。だから、うん、他の人に聞いたら、多分日本、その荒井慶司さんっていう人が、中心にやってたんですけど、日本で一番厳しい人材だろうっていう。ああ。天井屋の修復も何回か手